皆さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回はディオールで春夏のものを買ってもらったので、そちらを紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということで前回の動画ではディオールの購入品をやったんですけど、秋冬物の購入品だったので、今回は春夏のものを買ってもらったということで、これから着られそうなものとか、これから使えそうなものを買ってきたので、皆さんに紹介していきたいと思います。で、まだ前回の秋冬物の購入品紹介の動画を見ていないよという方がいたら、ぜひ見てみてください。それでは早速紹介していきましょう。それではスタート。はい、ということで紹介していきます。まず今回買ってもらったものは2点買ってもらいました。前回も2点だったんですけど、今回も買ってもらったものを紹介していきます。まずはこちら、じゃーん。はい、今回も2個買ってもらったので、ショッパーが2つになってるんですけど、これと、じゃん、こんな感じの箱に入っているものを買ってもらったので、早速紹介していきたいと思います。ちょっとこれ焼けたいと思います。まずショッパーは前回と同じなんですけど、こんな感じになってます。これは大きいサイズのショッパーで、これは1月ぐらいまでの限定ショッパーなんですけど、こんな感じでフラミンゴとかいろんな動物の柄がついてて、こんな感じのショッパーになっています。で、ここにディオールのロゴで、このねストラップも今だけなんですけどついてます。こんな感じで、これも前回紹介したんですけど、ディオールのロゴがね、画面じゃ伝わらないんですけど、ロゴがついてるって感じの、こっちの裏にロゴがついてる感じのストラップ、星のストラップ、ゴールドの感じです。はい、ショッパーはこんな感じです。それではまず1点目から紹介していきます。はい、まず1点目の購入品はじゃーん、こちらです。はい、こちらの春夏物なのでブルゾンなんですけど、春とか夏に着られそうなブルゾンを買ってもらいました。これはいつも買っているサイズより1サイズ小さいサイズだったんですけど、ちょっと小さめだったんですけど、まあ、ブルゾンだしいいかなって思ったし、あとこういうブルゾンって結構ショート丈に着ても可愛かったりするので、このサイズを買ってもらいました。で、これはゴールドでめっちゃキラキラなんですけど、最近ゴールドとシルバーとなんかの服を合わせるって感じの服が結構着ているので、これをね買ってもらったんですけど、これは今の季節からこれからもう少し暖かくなったりとかしたら合わせたいなと思ったので買ってもらいました。で、ここにロゴがついているファスナーがついていて、で後ろはこんな感じです。じゃーん、こんな感じで後ろに「ディオール」って大きく書いてあるわけではなくて、ここは普通に「ラッキー」って書いてあって、でここにブランドロゴが小さく書いてある感じで「ディオール」って書いてある感じです。で、後ろもねこんな感じで結構目立って可愛い感じになっています。で、これは裾の部分と手首の部分がこんな感じで、ここもゴールドで結構キラキラしてるラメの感じになってます。で、こちらのお値段15万円でした。ちょっと高かったんですけど欲しかったので買ってもらいました。これはねこれからの季節に着たいなと思います。で、これはすっごく薄くて、こんな感じですっごく薄めなので、今の季節だったら重ね着とかパーカーとかを出してきても可愛いし、でも夏とか夏になる前とかちょっと寒い時とかにこれを羽織ったらすごくおしゃれに着れるんじゃないかと思います。で、ゴールドなのでいろんな色に合わせる必要なのでたくさん着ましていきたいと思います。はい、まず1点目の購入品はこんな感じです。ちなみに今回の購入品は前回の動画でもそうだったんですけど、今実際に着てみるっていう感じじゃなくて、この買ってきた服を使った着回しコーデとかを最後にファッションショー風に紹介したいなと思っているので、ぜひ最後まで見てください。で、ちなみに前回の秋冬物の購入品の時は実際に着てみなかったんですけど、今回はそちらの前回着てお見せできなかったものも一緒にまとめてきたいなと思っているので、ぜひ前回の動画を見てくれている方も最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは次。はい、続いて2点目の購入品を紹介していきます。2点目の購入品はじゃーん。はい、こちらの箱に入れてもらったんですけど、この中に入っているので紹介したいと思います。まず箱もこんな感じで1月ぐらいまでの限定のものになっていて、箱は動物の柄というより木とか好きとかがあってっていう感じで、白とゴールドとネイビーの色の感じになってます。で、裏はこんな感じ、こんな感じです。このね箱は限定のものだから、いつもは白いものだけどすっごく可愛いです。こんな感じです。はい、それでは中身を紹介していきます。2点目のコーヒーはじゃーん、はい、こちらです。これちょっとね、一回開封しちゃったんですけど、こんな感じで中にプレゼント包装にしてもらったので、リボンもついている感じ。ディオールって大文字で、ここがゴールドで、白にゴールドのリボンって感じで、結構大きめのリボンをつけていただきました。で、今回買ってもらったものは、じゃーん。はい、こちらです。こんな感じです。で、この箱の中に、ちょっと開けちゃったんですけど、こんな感じで、紙もたくさん入ってて、で、これも小さくてちょっと見えづらいと思うんですけど、ディオールっていうロゴが全体的に入ってる感じの紙を何枚か入れてもらって、で、この中にとかね、詰め物みたいなものを入れてもらったんですけど、はい、こんな感じです。入ってたものはこんな感じです。ちょっとこれ避けます。はい、2点目の購入品はこちらです。じゃーん。こんな感じの麦わら帽子。ちょっと季節が早すぎると思うんですけど、ディオールの影がついてるんですけど、これは購入品というより、ママからサプライズでプレゼントされた帽子です。これはなんかお店で見ていて、全然見ていなかったんですけど、ママが可愛いと思って買ってくれた帽子で、こんな感じでプレゼントとしてもらったんですけど、すっごく可愛くて、ここの部分がこんな感じで、布みたいな感じになってて、こんな感じの生地がついている感じで、コットンっていう感じで、で、ここのリボンがめっちゃ可愛くて、すごく気に入りました。で、このね、大きいリボンがついている帽子は前から欲しくて、でもなんかガーリーになりすぎちゃうけど、これはガーリーになりすぎなくて、可愛いなと思います。で、これはなんか夏とかもう少ししたらまだちょっと早すぎるので、かぶりたいなと思います。で、ここに小さいんですけど、ディオールのロゴがついている感じです。で、この麦の部分も濃い色じゃなくて薄い色だから、すごく夏服とか淡い系の色を着るんですけど、そういう服と合わせやすいし、夏っぽくかぶれて可愛いなと思います。で、ここの麦の部分は切りっぱなしみたいな感じのデザインになってて、すっごく麦なので軽いので、旅行とかも持っていきたいなと思います。あとなんかハワイとか海とかに行った時とかにこれかぶったら絶対可愛いと思います。で、後ろはこんな感じで、ここにタグがついているかな。クリスチャン・ディオールって書いてあります。こんな感じで、めっちゃ可愛い帽子ですごく気に入りました。ちなみにこれのお値段はわからないんですけど、ママに聞いたら確か5万円くらいって言っていました。はい、こんな感じです。で、ここの部分も麦に布がかぶさっている感じなんですけど、ここの麦の部分って固めの帽子とかもあると思うんですけど、これはすごく柔らかくて軽めなので小さく折りたためるし、旅行用にぴったりの帽子なので、これからかぶりたいと思います。はい、2点目の購入品はこんな感じです。ちなみにこれもこれを使った着回しコーデとかも紹介したいと思うので、ぜひ最後まで見てください。はい、こんな感じでディオールで買ってもらったものは以上です。ということで今回はディオールで買ってもらったもの、春夏の服を紹介してみました。今回は服と小物系を買ってもらったんですけど、まだね、これから今の季節だと春夏のものとかがたくさん出てきたりとか、もういろんなブランドで春夏の新作とかが出ていて、すごくお買い物が楽しい季節になっているので、春とか夏って暖かくなってくると服を買いたいなっていう気分にもなると思うので、ぜひ皆さんもお買い物にお出かけしてみてはいかがでしょうか。で、私も今の季節、これからね、新しい春夏の服とかをたくさん買ってもらえると思うので、今までは秋冬物とかの購入品紹介が多めだったんですけど、これからは春夏物とかの購入品とかが増えてくると思うので、購入品紹介もたくさんできると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。で、もしかしたらまだ秋冬とかセールで残っていたものとかも購入品紹介できたらなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。で、なんか服って春先取りとか夏先取りをして服を着るっていうのがすごいおしゃれだと思うので、これからは私も冬物というよりは春夏物とかをたくさん着ると思うんですけど、ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。ということで、この動画が皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。で、前回紹介できなかった秋冬物の購入品紹介の時に紹介したものを使った、あと今回買ってもらったものも使った着回しコーデも最後にやりたいと思っているので、ぜひ最後まで見てください。それではファッションショー風に紹介したいと思うので、どうぞ！では、バイバーイ。Strangers in my sheets. 後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。